カフェに行きましたで帰る時にこう言われました「あのー、いろいろと悩みはありますよね大丈夫だよ大丈夫そんなにたくさん考えないでうん頑張って頑張って」そう言われたんですね「OK ジャパニーズ」 ポッドキャストはい、えー、今日はですね雑談、えー、特にトピックを決めずにお話ししていきますね、えー、今日はねすごく雨が降ってますよ東京はすごい雨でした僕もね仕事終わって傘をさしてバスを待ちましたねジブリの映画にありましたね「隣のトトロ」 ね、トトロの映画で森の中で傘をさしてバスを待っているでもバスが来ないそしたら隣に突然大きな怪物怪物なのかなトトロは、ね、トトロが現れてそこからえトトロとのお話が始まるえそんなものがありましたがえ僕にはトトロは 見えませんでしたもう大人になってしまったからですかね大人には見えないそう言いますねはいえー、でですね、えー、最初に言ったカフェの話なんですがあ僕はですねカフェが大好きです居酒屋に行くのが居酒屋じゃない <laughs> 喫茶店ですねカフェは喫茶店とも言います まあ少し違うんですねカフェは新しいちょっと最近のねよくある、ね、世界中にあるカフェのお店とかは若者が多いところカフェ、ね、喫茶店は昔からある日本の、えー、昭和の時代からある喫茶店そこはまあ、えー、古,古い雰囲気 ね、古き良き古くていいイメージのあのー、お店、ね、喫茶店って言いますねええー、まあ僕はそういうのが好きなんですでえー、いつもいい喫茶店カフェを探しています東京はねいろんな駅がありますもう何個あるんでしょうか 200個ぐらいあるんじゃないですか東京にねでそれぞれの駅にいろんなカフェがありますねいろんな喫茶店もある、えー、でそれぞれがいろんなねあの特徴があるんですねこのカフェはコーヒーがおいしいなこのカフェはソファーが居心地がいいないいソファーがあるな この喫茶店は、えー、お店の人が優しいなこの喫茶店の人はあ、えー、静かな人だなとかねいろいろありますよねで僕は最近ねえー、ある駅に行きましたある駅でまあ,あカフェを探していたんですねええー、仕事のね 人と会う、仕事の人とカフェで話す、えー、その時に、えー、いいカフェを探していました、ね、で東京の都心のまあ近く、ね、かなり中心の近くなので、えー、なかなか難しい探すのが難しい、ね、家賃が高いからカフェも。 あのあまり広くないいところが多いねあまり広くなくて、えー、隣が近かったり隣が近いと人の会話が聞こえますね人の話し声がもしね2人で仕事の話をする時はあまり近いと困りますねちょっと席が離れていないと困りますねええー、だから探すのが簡単じゃない。 えー、いいカフェを探すのは難しいうんまあまあそんなこんなで、えー、そ,んなそういうふうにその日になりました会う日になりましたで駅を歩いて、えー、カフェに向かっていたんですねでも途中であれあんなところにカフェがあると思ったんですそれはね駅の目の前 駅の目の前に、えー、小さくね、えー、あるカフェでしたで席はもう外だけテラスというかテラスでもないんですよあのー、もう自分で折りたたみのね折りたためる机とか折りたためる椅子、ね、簡単な椅子ねえー、が用意されていてねで お店の方に行ってみたら、一人の女性がやっていました。とてもね、素敵な笑顔で、あ、こんにちは、なんて言ってね。えー、おそらく、まあ、60歳ぐらいなのかなうん。えー、で、カフェを、値段を見たんです。メニューを見ました。そしたら、コーヒー220円。カフェラテ250円。 安い。<laughs> なんて安いんだ。あのしかも本当に東京のね、まあ、中心からそんなに離れていない中心から離れていないのにその値段そんなに安いすごいな。ね。なんて思ってえ僕は安いのが大好きですから、えー、迷わず頼みました。ね。安いの好きなので。えー カフェラテを頼んでね座りましたよね。そしたらねあのー、すごくいい雰囲気の人なんですねあの人と話すことが好きそんな雰囲気をしていましたね僕はそう思いましたねなぜなら他にもいろいろなお客さんが来るんです。 えー、多分ね常連さんいつもそこに来る人ね駅から出て歩いてきてその人も70歳ぐらいなのかな70歳ぐらいの女性ね柔らかい雰囲気の女性です来ましたそしてカフェの、えー、人とねあら今日もね天気がいいわね今日も天気がいいわね なんて言いながらね。ねそして、この間はありがとうございました。お土産もらってありがとうございました。ってお店の人が言いました。ねえ、ね。つまり、すごくいい関係っていうのがもう分かりますね。うん。もうこのカフェは、えー、周りの人の、えー、集まる場所、えー、休める場所、心が、 休まる場所で会話ができる場所ねそういうところになっているんだなそれでもう分かりましたねで僕はそういうところをずっと探しているんですねうん僕はそういうところをいつも見つけたいそう思っていますやっぱりね東京はあいろいろな新しいお店があるビジネスもたくさんある忙しいです 新しいお店ができてなくなったあれあそこのタピオカ屋またないね、うん、あのタピオカ屋バナナジュース屋になったよバナナジュースバナナジュースかそう,そうなんです数年前タピオカブームがありました、ね、もうどの駅に行っても三つタピオカジュースのお店が三つぐらいあって どこでもタピオカ飲めた僕は大好きだったからね嬉しかった、えー、でも今はもうほとんどなくなりましたでその後来たのはバナナジュース <laughs> バナナジュースが来ましたでもねあんまり流行らなかったそこまで人気じゃなかったうんなぜかでも分かりますよねバナナジュースってバナナと牛乳 混ぜたらできますもんね。家でも作れるじゃない。家で作れるぞ。バナナジュースは家で作れる。でもタピオカジュースはどうですかタピオカミルクティー。タピオカってまず、どこで買うんだいどこで買うのなんてね、思いますよね。うん。まあ僕はでも、自分で作ったことはあります。タピオカを買って,買ってね、作りました。 あのー、スーパーに売っていたんです冷凍のタピオカ凍ったタピオカですでその凍ったタピオカをお湯に入れるんです水を沸かしてお湯に入れる、ね、鍋にお湯を沸かしてねでその中にタピオカを入れるタピオカを入れて、えー、そして3分待ったかなそしたらねタピオカになるんですよね そして、ミルクティーを作る。えー、ミルクティーにタピオカを入れて、完成。しかも、そこには、そのタピオカ、冷凍タピオカには、ストローまでついてるんです。ね、タピオカって、ジュース、あの、太いストローじゃないと、飲めない。太いストローで飲みますね。そう。えー、だから、家でもできる。ね、でも大変でした。一回だけです、作ったの。ね。だから、タピオカは大変。 でもバナナジュースは簡単。ねだったら、お店であまり買いたくないよね。それ、なんか、お金、高く感じますね。ね。はい。えー、まあ、それは、その話はいいです。えー、っとですね、そうそう、そのカフェですね。カフェの話。あの、そのカフェで、えー、で、僕も、話しかけましてね。 うん、そのお店の人にね,ねえそしたらあのー、とってもいろんなことをね話してくれましたそしてこの人とはあの話が合う、ね、あの好きなものとか価値観が同じ価値観というのは考え方とかこういうものがいいなこういうふうに思う私はこう思う あなたはこう思う。それが似ている。と価値観が似ていると言いますね。で価値観が似ているなああ。そういうふうに思いました。えー、その人はね。一つ目。大事なこと。自由。自由なことが大事。ああえー、その人は。結婚をせずですね。子供ももいない。ね、えー。同じです。私とね。えー、そして二つ目。芸術が好き。 ね、その人はオペラを、ね、好きでそのお店でオペラを流しているんですよオペラですよねすごく安いカフェ、ね、安い値段で出しているところだけどあのオペラが流れててそのなんだか雰囲気がそのすごく良かったですねうん。えーそして その人は俳句もしている。俳句、詩、ポエムを作って、ね昔ポエムを作っていた。今もか。今も作っている。ね。ね、とっても面白いですよね。で、あなた、こういうね、今私はこういうのやってるんですよ。こういうのをやっているんです。で、本を見せてくれて。本を見せてくれました。フランスの詩。ね、フランスのポエム。そしてドイツのポエム。ね。 難しいな。僕も見たけど、難しいな。結構難しい。ねでもその人は熱意があるんですよ。すごく好きなんですね。そういうことが。だから、たくさん話すんです。ねあのね、私も、えー、詩の作るグループに入っていたんですと。ねグループがあるんですね。えー、まあ、先生がいて、ね、詩の先生がいて、 で生徒がいますねそして生徒がたくさん詩を作って、えー、先生に見てもらうで先生が「これはいいねこれはダメだね」とかいろいろ勉強するグループね、えー、そこに、えー、その人は入っていて、えー、コンテストみたいなものがあって、えー、そこに詩を出すすると新聞に載るんです。ね いいものは新聞に載るねニュースペーパーに載るとねそんなふうにやっていたんですね、えー、でもそのグループはいろいろ問題もあるみたいです、ね、問題が例えばそのねグループには入るにはお金を払わなければいけないお金が必要です、ね、えー、まあそんな高くはないですよきっとね えでもお金がある人はたくさん払うんですって言うんですよその人はあのねある人はね100万円も払ったんですよ100万円ですよねいくらですか100万円ってねドルだといくらですか100万円って7000ドルぐらいですか違うか7000ドルぐらいですかねえ7000ドル払う ね、そんな払わなくていいんだけどでそのコンテスト先生も100万円払っている人のポエムねこれを載せないわけにはいかないこれは載せますよねねこの詩はそんなによくないけどでもあの人100万円払ってるしなうん載せようねそういうことがあるみたいです。 ね、これは問題ですね。ってなるともうそのカフェの人はもうやる気が出なくなります。えー、お金なのかいお金かいってねその人は芸術表現なのにもうそれはアート表現芸術ではないですねっていうふうにその人は言ってじゃあもう私やる気なくなりましたってもうやる気に嫌ですよって言ってねで僕も「 そうですね。それはちょっと嫌ですね。うーんって言ってね, <laughs> ね。そんなことも僕は知らなかったから面白かったですよね。うん。ね。そう。それとか。その人はカフェで毎日いろんな人と話しますね。いろんな話をするのが好きです。だけど、一日10時間働いて、10時間も 人と話している、ね、だからもう一人の時は一人で話したくないねだから私はあのー、駅のベンチに行きますね夜に駅のベンチに行って一人でお酒を飲んでねスーパーでお酒を買って、ね、そしてある時はオペラをね 聞いたりある時はポエムを書いたりポエムを考えたり一人の時間が必要なんです、ね、だから人がねお客さんが近くで歩いてきて「あこんにちは」なんて言われると話さなきゃいけないでしょ。ねいつも話してるのにまた話すのそれが嫌なのよそれが嫌なのって言ってました。<laughs> で僕はそれを聞いて「分かります」。 とても気持ちがよくわかります。うんっていうふうに思いましたね。うん、で、まあ僕はそこにまだ2回だけ行きました。2回しか行ってません。でも。うん、すごくたくさん話しますね。1時間ぐらいえ、1回1時間ぐらいね。話してまあ、ほとんどその人が話してるんですけどね。うんで。まあ僕も少しね話をしてね。うん で帰りにね「ねじゃあまた来ます」って言ったら最初に言ったことねあの頑張ってね「あの大丈夫だよ」「あのそんなにねあの悩まなくても大丈夫だからうん大丈夫だから」って言って <laughs> 言ってくれました <laughs> あのすごく心配したあの顔でね 優しい顔で言ってくれました。あの僕そんなに悩みを話してなかったと思うんです。ね話してたのかな。いやそんなにここを悩んでいるんです。うんっていうことは話していなかったんです。でもその人は何かを感じたんでしょうね。僕は悩んでいる <laughs> っていう風にあのー、思ったんでしょうね。 うん、まあそうなのかもしれないなと思いましたねその人は毎日いろんな人を見てねいろんな話を聞いてるからきっと話をしたら分かるんだと思うんですね、えー、この人がどんなことを考えているかとかねこの話し方はこういう人なんじゃないかとか、うん、そういうものを感じ取ってくれたんだと思います <laughs> ねだから なななんかちょっとと申しないなと思いまし訳いい思またね、うん、心配させてしまったかな、うん、心配させてしまったのかもしれないね、えー、とは思いましたでも嬉しかったです、うん、心が温かくなりました、うん、またねそのカフェにちょっと行きたいと思ってますねそこに通いたいね通いたいなって思ってますはい じゃあ今日のポッドキャストはこんなところでした。はい。えー、じゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。